テクテク歩いて行こう。タンクポップ YouTube チャンネル武道館への道ですが、番外編です、はい、乗ってから3回目くらいでもう番外編だろ。番外編ですねでも、はい、武道館達成に向かって、ね、うん、進んでいってるのは確かなので、はい、こういったことも YouTube で可能なんだっていう、うん、メッセージが来ました、はい、ラジオみたいだ ね、 ね、まあ、はい、私ラジオもやってるんだけれども、はい、ニコリンさんという方から、はい、ニコリンさんのお友達のお嬢様が、うん、はい、今日お誕生日ということを、お誕生日おめでとうございます、伺いました。元旦が誕生日なんだ ね、 ね、どんな方が誕生日かっていうと、うんうん、ではそのメッセージをお読みしようと思いますよ、はい、今日、うん、お誕生日のももちゃんへ、ももちゃん、ももちゃん、ももかちゃんっていう、うん、お嬢さんみたいな、はい、あ、ももかちゃんっていうと誕生、あのタンクポップの、はい、よくしていただいてる方のお嬢さんも同じ名前だけど ね、 ね、はい、ではないももかちゃんね、可愛い名前だからね、うん、あのちょうど同じ名前のももちゃんがいたんだね、今日誕生日のももちゃん、え、ももちゃん、今日誕生日のももちゃんメッセージ来てるよ。誰だかわからないさ、うん、2人組のアーティストが、うん、自分の誕生日お祝いするってすごい現象だよねSNS ってすごい ね、 YouTube ってすごいね、はい、ハッピーバースデーだ、うん、マミーとパピーの言うことちゃんと聞いてくださいね。弟さんのことを可愛がってあげてくださいね。レイちゃんが遊びに行った時は仲良くしてね。バイバーイ。ママのお友達レイ子よりといった内容、はい、お願いできますかって来てます、はい、もうはお分かりかな、うん、チャンネル登録していただいてありがとうございます。ありがとうございます。もうあなた限定のメッセージに変わりましたね、はい、今日お誕生日のももかちゃんというお嬢さんをお持ちのれいこちゃんという方のお友達のママ、はい、そしてパパ、はい、ご家族でご覧になれてるといいなと思って発信させていただいてますけども、はい、これはだかられいこちゃんからのメッセージ、はい、ももちゃんへのメッセージですね、はい、タンクポップはじゃあ歌を、歌でお誕生日だからあれでしょう、やっぱり行きましょうか。行きました、はい、ももかちゃん、ね、ももかちゃんね、はい、はい、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディーいや、ももかちゃん、お誕生日おめでとう。 Happy birthday to you。 おめでとう、お誕生日おめでとう。ケーキとかふーってやってるかな。じゃあメッセージとしては、ももちゃんご覧になった時で構いませんけれどもね、わっこって言います。はい、かっくんです。ももちゃんは、ももちゃんのお母さんのお友達がももちゃんをお祝いしていて、わざわざそのお友達のわっこちゃんたちに、うん、なんでお誕生日は祝ってってお願いしたかわかりますか。ももちゃんのことを大好きって思っているのと、ももちゃんのお母さんのことを喜ばせたいっていう思いがあったから私たちにお願いをしたんだよ。喜んでもらえるってすごい素敵なことだね、うん、タンクポップは改めて人に喜んでもらうっていうことの大切さを教えてもらいました、うん、ももかちゃんは
お母さんのこと好きですか？お母さんがどうしたら一番喜んでもらえるか考えたことありますか？わっこはこう思います。ももちゃんが幸せになってくれること、それがお母さんも幸せだし、お父さんも幸せだし、れいちゃんも幸せだし、私たちも幸せです。はい、よかったら一度会おうね。会いましょうね。会いましょうね。遊びに来てね。どこにっていう。タンクポップ YouTube チャンネルでした。お誕生日おめでとう。おめでとう。おいしいぞ、出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすんなよ。